そしたら今回もね、恒例の新マップの素あさりをやっていくんだけど、お供えでこれ誕生の札、30分間モンスターのレアな巣が見つかりやすくなるお札、これね貧乏症で俺どうせ使えないから今のうちに使っちゃおう。お、口が開いた。あれ、いつも口開いてたっけ。何これ、ってかどないなってんだこれ。機関車トーマスだったのか。すごい。おい、1分で見つかったぞ。あ？あ、ボルボロスが穴掘れる。これ何、アイテム見つけんのか。あ、違うわ。あー、別エリアまで行けますよってことなんだ。へー、その割にはなんかアイテムしょぼくないか。接着ロアリ、双眼鏡、シーブライト鉱石、サボテンの花、しょぼかったな。てか普通に俺が窒息するだろあれ。さあ行くぞ。ドスガレオスとボルボロスと、あれ、これネルスキラか。またここでもいいの。もうネルスキラはいいって、ここで出なくていいって。これがリオレイヤー、こう変わんないのか。あ、これディアブロスじゃない。飛竜のマークでこの色、リオレイヤーではないだろう。あこれ絶対ディアブロス足だ。逃げられるよね。全攻撃がパワフル、煙玉ないから逃げるしかない。いやー囲まれるか、力ダメ。ドスファングの技だ。うわ逃げらんない、やばい、グラウンドアッパーダメだー、あぶねー。これ絶対ディアブロアッシュだ。でも乗れないじゃんこれ。素朴なヒリーのタバコ、素朴は無属性だからディアブロアッシュだね。はい、2つ目、まだ5分しか経ってないよ。普通のディアブロだねってことは、ディアブロ、お、これ間違いなくディアブロだろう。普通の重さか。そうなんだよね。いい卵がどうすんなら欲しいんだよ。なんだこれもディアブロか。でも2回目だよ、まだ。ネルスキュラー。リオレイヤーかな。もうリオレイヤーでいいか。こいつずっと俺に求愛してくんだもん。あ、まだいけんの？じゃあちょっとラストまで行きたいぞ、俺。何これ？これちょっと色的にわからんな。あ、まだいけちゃう。いや、まだいけちゃうけど、もうこれでいいや。ちょっぴり重い卵出なかったな。燃える飛竜の卵。あー、リオレイヤーか。あ、赤の宝箱だ。あんま漁ってる時間ないけど。体毒の戸籍。あー、しょうもないな。しょうもないよな。毒はいらんよな。いや、ちょっと30分しかないからさ、アイテムあさりできないのが残念だわ。ちょっぴり重い卵。お、なんか色もそれっぽいぞ。どうしよう。いや、これでいいか。これでいいわ。素朴な飛竜。ああ、これもディアブロ亜種かな。ちなみに、大名は音もできないモンスターらしいよ。悲しいわ。ちょっぴり重いネルスキュラー。ネルスキュラー。これディアブロアッシュだな。ただ普通の重さ。ちょっぴり重い、これちょっぴり重い。普通の重さか。あー、ディアブロか。ディアブロだらけになっちゃうな。原種欲しいな、原種。え？こいつは大名包みだ。え、あー、違うんだ俺は今あれなんだ。30分間しかないんだ。なんだよ、こいつ邪魔すんなよ。テクニックしたい。テクニックってことは、スポンジデストロイヤーか。邪魔すんな、トットロぶっ倒すぞ。水浸しか。いや、これは普通にパワーで押し切ろう。しかもあれじゃん、電気じゃなくて雷効果抜群だろ。なれ、ナイス。あ、違うか。なんか防御ダウンのマークついてるんだけど、これどういうことよ。特技封じのあれじゃないな。雷撃山、単体属性雷大ダメージ。これやってみよう。
おお、かっこいい。しかも84だって。アワーブレス、結構水耐性があるから全然食らわない。そこが睨み合ってて、多分テクニックでしょ。オッケーオッケーオッケー、ダブルアクション。邪魔するんじゃねえよ、レアアサリのさ。まだ乗れないか。テクニック攻撃か。そしたら雷撃さんで俺は稼ごうか。多分応援よりこっちの方が早く終わらず。ハサミカウンター。あー、大名足がつけてたやつか。畜生。でも大名足はなんか先にやってたよね。こいつ後からやるからさ、考える暇あるな。ねー、ハサミ、あれハサミカウンター終わったか。あとなんか投げ払いっていうのもあるぞ。全体無属性大ダメージ。あー、いい技覚えたね。ライドするか。あー、これハサミカウンターしてるのか。だとしたら絆技も打つべきだな。ムーンサルトシャボン。絆技はカウンターできないはず。うん、ナイス判断、ナイス判断だね。しかも攻撃力が下がってる。何、ムーンサルトシャボンってそういう効果あるんだ。どこで見れんだろうね、そういうの。これも殴るか。あ、カウンター来ちゃうけど、まあしょうがないな。何こいつ、無限にカウンター状態になっちゃったの。戦えよお前。パワー攻撃か。そしたら俺は食らいたくないから、応援でスポンジデストロイヤーに頑張ってもらおう。たかが26なんだよな。あ、ハサミカウンター終わったかな。オッケーオッケーオッケー。こいつも原始と同じだわ。テクニック技しか使わないやつだ。大名族弱いな。だから乗れないのか。水浸しはダメだけど、水浸ししか覚えてないか。かといって俺、うちパワー系がスポンジデストロイヤーしかいないんだよね。雷撃山もう弱ると思うけど、力ダメ。アワーブレス俺にやられるとちょっとまずいな次ね。ライドできない。あ、できたらいい。オッケーオッケーオッケー。ライドしちゃれば水耐性バチバチだから大丈夫なはず。あ、パワー攻撃できたか。まあ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 、攻撃力上がってもあれだ。37だ。またハサミカウンターか。これやられると絆技のレベル上げらんないから、もうムーンサルシャモン打っちゃおう。取る。あ、弱った弱った弱った。もうお前終わりだよ。もう邪魔したお前が悪い。もうちょっと見たかったけどな。クリティカル効かんな。かゆっ、ハサミかゆっ。これで終わりだろ。あ、やばい、ちょっとミスってる。これで新技の大激戦で勝てるだろう。いや、野生の大名かと思ったらクエストじゃなくてストーリーの大名かよ。よし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 、邪魔すんなマジで。あと10分ぐらいか。大名ザズミは倒したけど、リュウサの原因はここじゃなかったな。これで2つの場所を調べてみたけど、ドスガリオスだけはいなかったな。ん？これは真っ黒な鱗が落ちてる。これってドスガリオスのものじゃないか。あ、それ狂気ドスガリオスだじゃん。リュウサはドスガリオスの仕業ってことがこれで決まったな。あ、真っ黒ってそういうことじゃなくて。それに鱗が黒いってことは狂気化もしてるってことだし、やっぱそうだ。急いでシャークエッドへ戻って報告だ。バカ野郎、急いで素あさりじゃ。何を考えてんじゃこの猫は。冗談は顔だけにしてくれ。あはは、イベント進んでもうた。どんどん目覚めのあれが。ドスガリオスリー。いいだ、ドスガリオスでトラベイ、エツビベルレス。いやでも俺もうボルボロスとね、大名を飼ってるから余裕よ。アスタアブデムッシャウェルマ、ポスツはヘブルジアデシュ。なんだこいつ。マネルガー博士。ルブにいるウカボルト。セトオトラス。えい。リスリテオドファブティ。イェグジェニスロストギシットタール。オテールプース。ミコトコ。タッキー。
らもたネスユチホビルマツイナルシコンフォーディプレピンキディスホモディスホモユチホジャニイモジティーディスイ。全然話読めないな。アイテム使えってことか。ディスイエゴディフィレガーモハンイエゴイマジョティオ。何これ。落ち。え？ダメだろこれ。味方がやることじゃないだろこれ。敵だろ。倫理観欠けてるよこの人たち。すげえ、モンハンの技術ってすごいんだな、この世界ね。でもやってること悪党だけど。ダディウリエット、ビズテンチ、ビズイロロトンコ、モーター、ラキタキラ、ネスユチホ、イラシャワスキ、ヨロトンコ、ビズイ、ポチ。セトオトナス、エセルミッド。イスタキラ、ドスカレオス、ビュイスハベル、ビズテンチ、リグガー、ディグニュイツミアスタリーゴー、リソイエゴディフリガー、ディハベドール、サラハイ、カヤハウキー。倒せんのそんなんで。暴走して終わりそう。あのボルボロスは普通じゃなかった。彼らもライダーなのか。あいつらはライダーなんかじゃない。モンスターを好き勝手に動かしてるだけだ。俺たちにとってはお前たちも同じことだ。モンスターを操る術を持っている。一緒にすんなって。俺たちがあいつらとは違うってことを証明してやろうぜライダーさん。だがどうやって。俺たちには絆がある。オトモンとライダーは絆で結ばれているんだ。絆の力で俺たちがリューサを止めてみせる。チャーライディアブロレイヤーネルスキラって感じなのかな。度肝も抜かれる卵欲しいんだけどね。もうネルスキラええってもう。お前何回来んねん。これはねちょっと黒混ざってるから足っぽいんだよね。お待って、あこのマークは重粒子か。ボルボロスだったんだよな。いやボルボロスだろ。ここに足がいるとは思えないし、他に重粒もだっていないだろ。これボロボロスだな。リオレイヤ、せめてちょっぴり重い。あーダメだって、ちょっぴり重いも出なかった。あまだ10分あるわ。イベントとバトル中は除外されてる。そっかそっか、まあそうだよな。そんな不親切神経なわけないよな。俺はカプコンを甘く見てたわ。ちょっぴり重いネルスキラか。あー卵なくなっちゃってもうたわー。しかもなんであいつはネルスキャラの卵なんて守ってんだよ。卵間違えてるぞ。それ自分の子じゃないぞ。おお、ネルスキャラアシュだ。こいつ何属性だっけ、忘れちゃったけど、まあこいついいか。てかワンチャンネルスキャラの卵ってこいつかもしんないってことか。ちなみにネルスキャラはゲロスの皮をかぶってて、ネルスキャラアシュはフルフルの皮をかぶってるっていう豆知識ね。遺伝石表かける3、やった。お、これ見たことないな。青のネルスキラか。これがアッシュじゃないの。しかもちょっぴり重いわ。これ持ち帰ろう。これが原種か。ちょっぴり重いし持ち帰ろう。あー効果切れたー。いやでも十分ゲットできたぞ。これボルボロス、なんか色がボルボロスじゃないんだよな。ちょっとワンチャン狙って持ってく。いやーブケロスになってもうだ。あ潮流の卵違う。
ドスゲネポスだ。おはーすごい、30分で9個か。目覚めのお札ちょっとやばいね。このおそらくディアブロアッシュであろう。これからやってみようか。あーやっぱディアブロアッシュだよな。かっけーなー。でも乗れないんでしょどうせ。でこの色はなんだろう、リオレイヤか原種な色してるけどね。あーやっぱリオレイヤか。何気初ゲットだ。まあまあディアッシュだよな。あ、原種は出ないな。あ、なにこれ、ネルスキルアッシュだったんだ。へえ。これはさすがにディア原種のはず。いやそうだよな、オッケーオッケー。ワンチャンこっちは乗れるんじゃないかな。カプコンと寝た男使用できないってさ。ね、カタカナでもいけない？やるじゃない。めんどくせえからカプコンとネットフリックスでいいや。あ、カプコンがダメなのか。じゃあこうだね、カプコンと寝た男。よしよしよし、オッケー。穴をすり抜けた。でこれはまあドスゲネだろうな。正直微妙。使うか。ちょっとね、でもね、こいつのドスラッシュが見たいんだよな。ね、ちょっと待って、ネルスキュラアッシュも乗れないし、ディアブロスも乗れないし、ディアブロスアッシュも乗れない。全然乗れんやん。じゃあリオレイヤーとドスゲネだけかわ、今回の収穫は。ドスゲネボスはスピードか。レア度星2だってさ。マヒファング、スピード攻撃耐性、スピード攻撃耐性、マヒ無効。まあ一応ビンゴはしてんだね。しかもスピードビンゴもしてるか。まあ悪くないな。で、レイヤーもスピードか。一応ビンゴさせることはできるね。毒スパイク。でね、報酬が割と重要そうなサブクエがめっちゃ残ってるから、それ一旦消化しちゃうわ。グレートの回復薬。あ、来た来た来た。やっと来たわ。回復薬グレートの調合レシピだ。火薬師の教え、オータル爆弾とオト爆弾、閃光玉の調合レシピ。超強いじゃん。片手剣技毒、スキル毒チェイサー。片手剣技をスキルシールドバッシュ。すくすくお料理書、キノコハチノコ煮とタンジオトマトの調合レシピ。まあ、料理だね。で、モンスターの傾向によって好きな食べ物、嫌いな食べ物があるらしくて、まあ、好きな食べ物をあげるとより経験値をもらえるっぽいね。体験心得集、スキル集中の伝承。集中をスキルとしてバトル中に使うってなんか変だね。片手剣技盾、スキルスマッシュガードの伝承。治療の手引き上、解毒薬麻痺直し薬、熱血サプリの調合レシピ。広域回復の基礎、回復の粉の調合レシピ。これ別に迷子じゃないじゃん、プーギー。なんかところどころいるんだよな。絶対こいつ迷子じゃないだろってやつ。お前ら誰か助けてやれよ。人間のクズだこいつら。飛躍きた。いや調合も増えたね。回復薬グレートは蜂蜜と回復薬、回復の粉は薬草と石ころ、解毒は解毒と青きのこ。まあ大体一緒だな。麻痺直し薬、麻痺と粘着層、熱血サブリ。これ熱血サブリって何？味方単体の特技封じを直す。なるほどね。閃光、音爆弾、大樽。ここら辺はちょっと難しいな。作れねえわ。キノコ八の二、タンジオトマト。はいはいはい。これも前回手に入れたやつか。このなんか遺伝子系はね、めちゃめちゃ素材が必要だね。一気にだって解毒草5個とか使うんだもん、これ。で、リオレイヤーに、そこら辺のフルフルの、この麻痺無効を渡してみるか。なんか走ってるマークで揃えたりすると、なんかそれも効果あるんだよね。一旦それを試してみたいっていうのがあるんだよな。一番左走ってるマークあるかどうかわかんないけど。とりあえず、あげる。おー。うわ
わ、持ってるやつがサマーソルトおばさんしかいない。まだ乗れてもないのに。しょうがない。いやでもしょうがないよ、これ。同じリオレイヤー族だしさ。ちょっとお前妥協しろ。フレームワング、いいじゃん。非属性の技もらうじゃん。非属性攻撃アップと防御力アップ1もある。なかなかいいんじゃない？で、これでビンゴだ。すごい、なんか上司からね、もらったみたいな感じになったな。おお、ビンゴになるとこうやってなるんだ。あ、これは走ってる人間マークってスピード遺伝子ってことか。あ、なるほど、俺やっと理解したわ。だからスピードビンゴだからスピードの威力上がりましたよと。でもいいじゃん、リオレイヤーってもともとスピードタイプだからスピード打つことが多いわけだからね。これ大成功か。これドスガレオスがやってるにしては規模でかすぎね。博士たちはまだ来てないみたいだな。あの博士はとっても危険だ。俺の怪我しっぽがあいつはやばいって言ってるんだ。ナビルエスパータイプだよな。信じてくれるのか。へへ、ありがとうな、ライダーさん。これ2匹ぐらいいないの。あいつはドスガレオスだ。さあ、ライダーオンの時間だ。みんなに絆の力を見せてやろうぜ。かっけえ。でね、ドスガレオスじゃなくて、ガレオスがスピードタイプだったから、こいつもスピードなんだよね。ってなってくるとテクニックなんだけど、虫キングしかいねえわ。クソ、新オトモン使えねえじゃん、いつも。テクニック攻撃してるな。オッケー、じゃあ俺もここはテクニック攻撃合わせる。麻痺かった。強っ。普通に強えんだけど。70ダメージ。麻痺になんなかっただけマシだな。いろいろ技覚えたね。集中、力をためる、一旦攻撃力が大アップ。ああ、なるほど。鋼鉄の構え、3ターン自身の防御力が大アップし素早さがダウン。あ、これいいじゃん。とりあえず今素早さはいらないから自分の防御力を上げよう。しかもまたパワー攻撃やってきてるぞ、相手20。ああ、虫キングが強いな。通常スピード攻撃を封じる。だからさ、お前わからん。お前テクニックタイプなのに相手のスピード封じどうすんだって。お前100万回いっとるじゃろうが。俺がどうしてやっちゃうんだ。あ、でも食らってないわ。じゃあテクニック。え、待った、パワーしか打ってこない。しかも鋼鉄の構えやっても50ダメージ食らったんだけど。一応これ双眼鏡使っておくか。もしかしたらパワーなのかもしれない。あ、パワーだわ。あれ、じゃあ俺の勘違いだっただけでパワーなのかな。で、水に強くて氷に弱い。オッケー、氷に弱いんじゃうちの虫キングの出番だな。麻痺かった。オッケー、麻痺にはなってないな。で、74残ってるんじゃ、もう一回鋼鉄の構え使おっか。で、スピード使えるから、あ、新オトモン使えるじゃん。じゃあ3連ブレスおばさんでいくか。頼むぞ、初陣。で、俺は回復薬だ。オッケー。ためスティンガー、力をためてる。スティンガー、ドレオスに、ガレオスにそんなスティンガーみたいな技あったっけ。つか潜ってる。この潜ってる時音爆弾聞いたりしないのかな。音爆弾持ってる。あ、持ってる持ってる。大きな音を出す爆弾、単体をダウン状態にさせる。使ってみよう。ミス。え、強っ。あー、潜ってる前に使えなかったな。まああれか、鋼鉄の構えで素早さが落ちてるからってことか。なるほどね、そういう時に不便なんだ。ここは普通に殴りだな。クリティカルチャンスだからな。フレームファング、お母さんから受け継いだ技。くっそ、ドスガレオスにしてはちょっと強すぎんだよな。スピードいくか。オッケーオッケーオッケー、これスピードでいいだろ。よしよしよし、やっと決まったぜ。ライドは怒り状態。ライドまだか。狙ってない、狙ってないならこれは回復薬を3連ブレスおばさんに使うべきだな。タメスティンガー、素早さ戻った、戻ってるな。じゃあ今度こそ音爆弾。よし、どうだ。お、これは
潜ってたからなのか、音爆弾の元々の効果なのか。でも何にせよ相手に攻撃せずに、攻撃させずにできたね。で殴る54。あ、音爆弾食らってる食らってる。だって2ターン以上跳ねてるもん。ダウンだったら1ターンで終わるからね。でスピードはどうなんだ。83。ビンゴの効果がすごい。しかもこいつなんかずっと跳ねてるよ。ビンゴ強いな。跳ね上がってる威力。よしよしよし、レベル23までいけそうだけどな。サジンブレス、はい、全然問題ない。でこのガードって出てるときは耐性があるときなんだって。だからリオレイヤーミス耐性があるってことだな。あの技水でしょ。もう弱ってんじゃん。じゃあ俺決めていいか。タメスティンガー、フレームシェイバー。え、何それで終わりじゃないの。超かっけえ。なんでなんでこんなにリオレイヤー力入りすぎだろ。ブレスだけで終わりだと思うやん。超かっけえ。あ、まだ生きてるか。やるな。でも終わりだよ。いや完璧な初陣だったな。へん、これが絆の力だぜ。リュースが止まったな。やっぱりドスガリオスの仕業だったんだ。よし、これでアルブラックス村に入ることができるぞ。え、待って、これで狂気吸ってさ、オトモンの星4乗れるようになると思ったら違うの。ぐぬぬ、おのれライダーめ、私の研究成果を見せる最高の舞台を邪魔しよって。さすが本物の絆石ですね。かっこいいな。なぬ、もちろん博士の方がかっこいいです。当たり前だ。私の研究が必ず役に立つということを証明せねばならん。このボロボロスの頭に埋め込んである絆石色変だね。なんだ、うるさいやつだな。助手をおとなしくさせろ。あれれ、おかしいな。このボタン動きませんよ。なんだと、こんな時に制御不能になるとは。これ2連戦か。2連戦だ。そう来なくちゃな。ボルボロスはスピードが改造ボルボロス改造ボルボロス、そんなことある。元はスピードなんだよね。ただいや、ちょっと麻痺畜生、お前初陣してみよう。改造ってことはスピードじゃないかもしれないからな。麻痺ファング、低確率で3ターン麻痺、威圧、相手の単体防御力がダウン。オッケーオッケーオッケー。まずは同じスピードで、いや違う、相手スキル発動してるから、ね、応援だね普通にね。背面が泥つぶて、ね、強くなりすぎなんじゃ。双眼鏡使うか。あー、スピードか。じゃあ同じだね。計算中何それ。そのお前インテリ系になっちゃったのか。じゃスポンジデストロイヤーだなここはね。あ、違う、間違えた。あ、間違えた、違うよ。前は水浸しならどっこいどっこいだろう。あー、いやこれはね、いやスキル使えないか。薬草で回復しとこう。お、それ出たら強い。いやーダメだったか。いや全体攻撃はこのゲームマジで強え。でスピードだから虫キングに変えて、俺は回復だな。しょうがない、回復使うか。泥遊び、これがどっちか分かんないんだよな。火なのか水なのか、まあ、関係ないか今の俺たちには。これ雷だしな。また技使うのかこいつ、いやらしいな。ス
スキルも使えないんで殴るしかないな。拡散炎ブレス、あ、弱っ。なんでこんな弱いんだろう。ボロボロスの属性が多分もともと水だからってことかな。火の攻撃力が全くないんだろうな。あ、つかスキル俺が使えないの、特技封じ状態になってるからだ。何の攻撃になったんだろう。睡眠針、いやー眠らせたら熱かったけどな。でここで、うん、これバチってる、バチってるな。でもスピードやってるのか。相手は多分テクニック攻撃してくるから、そしたら意味ないな。ここは応援で攻撃力を上げてあげよう。あ、相手パワーだ、ナイス虫キング92、素晴らしい。でまたバチってる。で今度こそテクニックだろう。オッケー、完璧だ、息が合ってる。さすがこの世界の虫の王となる男だな。ちょっと甘く見てたお前のこと。バチってないか、パワーで計算中だって。そんなに知能高いのか。バチってる、テクニック、オッケーオッケーオッケー。次あたりパワー打ってくるか。お、ナイスナイスナイス。ダウン中ね、絆技もクリティカルになるんだって。ってことを考えると、もうレベル2で打っても万々歳な気がする。プレデターズニードル300、なんかやけに強いんだよな、プレスターズニードルだけ。なんでなんだろう。氷のビンゴとかしたんだっけ。多分そうだよね。これはバチってないから応援だ。今んとこ最強候補だな、うちのね。いや、4段目までいけないんだよな。4段目っていうか4ページ目まで。バチってる、オッケー、テクニック、うん、まあ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 、しゃあない。スピード2回やってきたらパワーって思った方がいいか。きたー、ライド。プレスターズニードルで多分倒せると思うけどな。はい、計算したフリー、これ20ぐらいでしょ。23、火が弱点なのにこのダメージはね、ちょっと低すぎるだろう。テクニック、オッケーオッケーオッケー。そんな強くないな、あの泥なんとかの方が強かったよね。はい、オッケー、お前はもう終わりだよ。これな、もう弱りモーションにすら入れさせねえよ。え、ちぎれた鎖、改造されたモンスターをつなぐ太くて頑丈な鎖、プロトバイザー、モンスターの頭部を補強する鋼鉄のバイザー。これ持ってて何に使うの、これ売るのか。お、なんだ、リオレイヤーだ。あ、シュバル、やっと来たか、サマーソルト、かっこいい。僕はリオレーサー種、じゃあリオレーサー種乗った方がいいんじゃないのか。ゼペアル、セレアミア、この剣なんだこれ。え、この方ってなんだろう。うわ、もう目が闇落ちしとる。別人じゃん。それさっきつが今俺が言った。ガール、マカーニア。モーター、ディオス、イムギ、スイス。
is Valencus Dancer Visonarily. This one, Lortung Gulasek. This is Shemen. You to eat DP, Lortung Borboros. Liver, Scarbrail. Sir, Kumpedrut. もうこれなんかこれ本当にこいつには申し訳ないけど浮きを狙ってきてる顔にしか思えん。そうなんだろ本当は。アリオグランターテ、エミリニングモルベイト、エミリア、ドゥク、ムーア、モーターショー、モーター、レプロダート、ビューティー、ディグランターテ、リカ、ラダー、モローゲ、ヤミテイシトギ、リ、エゴンティ、デンサー、ウィーリー、ボーイン。もうお前はどっか行ってくれ。ラダか。ライダーかー。リベルト、ビューリー、モルビット。オグナント、ビューティー、ディー、イマテーリー。ウクレ、ビゼ、カスビー。ラダさん、ビゼ、サボリアグゼ、ツルニー。いや、次はディアブロスかー。急にレベル上がるなー。